こんな感じで簡単にサイドにお団子を作って、顔周りは絹女さんのコテでちょっと巻いたので、ゆるっと可愛いセルフアレンジでできるお団子を作りました。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。今日は簡単なサイドのお団子アレンジをしていきたいと思います。最後にこの絹女さんのアイロンで顔周りを巻いていきたいと思います。まず上の方をだいたいこのぐらい8ぐらい取って、右側の髪の毛は残しておきます。もう本当に大体でいいんですけど、このぐらい残します。でこっち側に左側に持ってきて、この時顔周りの髪の毛も一緒にちょっと残してあげたいので、このぐらい残しておきます。でこっち側で結ぶんですけど、結ぶ時は耳よりちょっと下ぐらいで結ぶイメージで、これを3つに分けて少し編むような、三つ編みするような感じで、でここで結びます。なんで三つ編みをするかっていうと、こうやって結んだ後に引き出す時にちょっとねじりがあった方が可愛く引き出せるので、私は三つ編みにしてから結んでます。でこんな感じで鏡を見ながら少し引き出してあげて、で結び位置を耳下です。でこの時こっち側、右側のサイドの髪の毛も遅れ毛を残して、次は、ロープ編みしていきます。ロープ編みっていうのが2つに分けてクロスさせます。でこの時にもクロスさせながら少し引き出してクロスで、こっち側に持っていってクロスで少し引き出して、でここの結んだところに巻きつけてゴムで結びます。こんな感じです。でこの下はまた三つ編みにしていきます。何編みでもいいんですけど、三つ編みが一番簡単なので三つ編みして、で三つ編み3編みぐらいしたら少しこうやって指の腹でほぐします。でまた三つ編みをして指の腹でほぐします。まあ、この時点で三つ編みしてほぐしたらちょっと可愛いんですよね。で最後この先はゴムで結びます。結ぶ時にもコツがあって、一番最後に結ぶ時は毛先の先は出さずにこんな感じで丸めます。でこの結んだところにくるくると巻きつけて、でさっき丸めたところ、丸めた最後の毛先が内側にくるようにここでしっかりと見えないところに来るようにですね。で止めます。で心配だったらピンは1本じゃなくても、まあ、2、3本あっても全然いいと思います。こんな感じです。で少し引き出します。バランスを見て少しお団子を引き出します。はい、こんな感じです。で最後顔周りを巻いていきたいと思います。顔周りはゆるくでいいと思うので、こんな感じでリバース、フォワード、でリバース、でもミックスで巻いていきます。はい、こっち側もリバースで、こっち側は髪の毛がそんなに遅れ毛出してないので、こんな感じで1回だけでも大丈夫です。で少し崩してあげて、でまたこうやってちょっとふわっとなるように引き出して完成です。こんな感じで簡単にサイドにお団子を作って、顔周りは絹女さんのコテでちょっと巻いたので、ゆるっと可愛いセルフアレンジでできるお団子を作りました。ぜひ試してみてください。ありがとうございました。